アルレット・ラニエ・アルレット・イ・ボンヌ・ラギエは、フランスの元銀行委員、社会運動家、政治家、トロツキスト。1973年から、フランスのトロツキスト政党、労働者の闘争のスポークスマンで、1974年、フランス大統領選挙以来6回大統領選挙に、立候補した万年候補であり、党主職のない同党における実質的な党首と、みなされる。 多くのフランス人からは、プロレタリア独裁による共産主義革命を公約にしていることで知られる。パリ郊外セーヌサンドニ県デリラの出身。労働者の闘争には1968年に入党している。フランスの最大手銀行クレディリオネで銀行員として勤務していたが、1974年業内でストライキが起こった際、ストの指導者となる。の通り、 1974年、フランス大統領選挙に立候補する。以来、1981年、1988年、1995年、2002年、及び2007年の各大統領選挙に連続6回立候補し、万年候補、常連候補の勘が強かった。特に2002年の選挙では、フランス共産党から立候補した。 ロベール U を上回る5.72%の票を獲得した。2007年の選挙では487,857票で12人中9位に終わった。1999年欧州議会議員選挙で初当選し、欧州議会議員を一気務めた。ありがとうございます。